人気グループのニュースがメンバーの増田貴久が主演を務め、8月12日スタートする東海テレビワウワウ共同制作連続ドラマギフテッドシーズン1、東海テレビフジテレビ系のドラ枠、毎週土曜あと11時40分の主題歌を歌うことが発表された。本作のため書き下ろされた主題歌のタイトルはドラマと同じギフテッド。劇中の世界観を踏襲し、ジェットコースターのような展開が魅力のミステリーソングとなる。歌詞には君のままでいることが贈り物、ギフトというメッセージや自分を信じることへのエールも込められた。